第四代モートン伯爵ジェームズ・ダグラスは、スコットランドの貴族、政治家、プロテスタントの改革派貴族の一人であり、メアリー女王を王位から追い、1572年には、スコットランド王ジェームズ6世の摂政となる。牽制を振るったが、カトリックの初代レノックス公爵エズメス・スチュワートの関係により失脚し処刑された。1516年頃、 サージョージ・ダグラスとその妻、エリザベス・ダグラスの次男として生まれる。兄に第七代、アンガス・ハクイを継承するデイビッド・ダグラスがいる。1543年3月に、一族の第三代モートン・伯爵ジェームズ・ダグラスの娘、エリザベスと結婚。翌4月に三代モートン・伯は、モートン・伯爵位が彼に継承できるよう質の、直挙も得て処理した。 1548年に三大モートン博が死去。彼のモートン博位継承は1564年に国王に確認され、ついで1567年のスコットランド議会の立法で定められた。1552年にスコットランド数密顧問館に列する。プロテスタント貴族として名を馳せ、1557年にはプロテスタント用語。 カトリック打倒を誓った第一次名約に署名している。改革派貴族として、摂政メアリー・オブ・ギーズのカトリック政策に反対した。1561年にフランスから帰国したメアリー女王はカトリックながら、プロテスタントのモートン博を徴用し、1563年から1566年にかけてスコットランド大法官に任じられた。 しかし結局信仰の違いから徐々に女王に批判的になり、1566年には、王廃、ダーンリー教ヘンリー・スチュワートと結託して、女王の長身、デイビッド・リッツィオの殺害に積極的に関与した。女王とボスウェル博、ジェームズ・ヘップバーンが結婚するとそれに反対し、反乱貴族の一人として、 翌1567年のカーベリーヒルの戦いや1568年のラングサイドの戦いに参戦し女王軍を撃破した。これにより女王はイングランドへ亡命した。1571年に第18代マーハク・ジョン・アースキンがヨ王ジェームズ六世の摂政に就任した頃から実権を握るようになり、その翌年にマーハクが死去すると代わって摂政に就任した。 セッとしては、中央集権化と秩序回復に尽力した。イングランド軍の助力も得て、以前エディンバラ城に立てこもっていたメアリー派を排除した。宗教政策では監督制復活をはじめとする、プロテスタント推進政策を取ったが、ジョン・ノックスらが主張する、長老派による聖職者任命制の導入の提案は、却下し、教会の長は、国王との立場を堅持して、 司教任命権を国王に温存させた。これは、モートン博がいつの日か、ジェームズ六世は、イングランド王位も継ぐだろうと確信していたためという。そのためには、イングランド死教王権のもとに司教を置く体制を作り、また、イングランドとの同盟関係を維持する必要があった。しかし彼の強権的統治は、反発を招き、特に、カトリック貴族からは憎まれた。少年王ジェームズ六世も、 モートン博を嫌っていた。そうした空気の中で五百七十八年には、第六代アーガイル伯爵コリン・ギャンベルに残言され、殺傷解任に追い込まれた。殺傷解任後も、実権を握ったが、カトリックのレノックス博エズメ・スチュワートの関係により、王廃、ダーンリー教ヘンリー・スチュワート暗殺の罪を着せられ、五百八十一年六月二日に、スコッチ・メーデンで処刑された。 皮肉にもこの弾頭台は、モートン博がイングランドから輸入したものだった。子供はなかった。1581年11月29日には三大モートン博の、娘婿にあたる第八代、マクスウェル教、ョジョン・マクスウェルが新規に、モートン博爵に助せられているが、1586年1月29日には四大モートン博の、甥いにあたる八代、アンガス博、アーチボルド・ダグラスに、 第五大トン伯爵くらいの継承が認められた。ありがとうございます。